これまでのやり方ではちょっとあかんと、どういった分割で過ごしていくかと言いますと、今具体的な分割法としては、はい、皆さんこんにちは、サラリーマッチョ西です。私は会社員をする傍ら、富士競技に挑戦したり、フィットネスコミュニティノーリミッツの運営を行っております。ノーリミッツでは YouTube ではお話しできないような限定コンテンツの配信や、メンバー間で日々切磋琢磨してモチベーションを高め合っていっております。筋トレレベルを高め合いたい方、筋トレ仲間が欲しい方、ぜひノーリミッツお越しください。詳細は概要欄にございますので、チェックよろしくお願いいたします。それでは今回は、私がプロを目指すにあたって新しくオフに取り入れた分割法についてお話をしていきたいと思います。私はこれまで IFBB プロのプロクオリファイの大会に出て、去年がフィジークで3位で、今年がフィジークとクラシックフィジークで1位になったんですが、オーバーオール取れずということで、今後プロカードの取得というのを目標にやっていってるんですが、一番の課題はバルク不足でございます。私は大体この2、3年というのは大体80キロ前後で仕上がっています。ただ私のクラスでプロカードを取得されている方や、今からプロカードを取得しようという、そういうトップフィジーカーと大体仕上がり体重でいうと10キロぐらい差があります。この10キロっていうのは、なかなか絶望的な数字にも思えるんですが、これを少しでも埋めていこうというところで、この仕上がり体重というのを増やそうと考えています。でこの仕上がり体重っていうのは、お吹きっていうのは自然に体重っていうのは増えるんですが、大切なのは絞り切った時の体重、これが何キロで残せるか、何キロで仕上がるか、この仕上がり体重っていうのを、今私も80キロなんですが、これをプラス、そうですね、2、3キロぐらいいきたいなと思っております。それでもね、10キロから全然足りねえじゃないかというところではあるんですが、私は比較的機械室とかだと見て、みんな体サイズが人数よりも全然大きくてビビってるんですが、いざねステージに立つと、それを客観的な映像とかで後で見ても、意外とステージではある程度大きく見えるというところもあって、このあたりはね、その骨格とか体の筋肉のバランスとか、そういったところも影響すると思うんですが、横に並んで10キロの差までは見えないというところで、実際に体重で勝負をするわけではないので、あともうプラス 2,3 キロ自分の体がインプルーブすれば、十分トップ選手と戦うことができるのではないかという希望的な目標にはなるんですけれども、より上を目指して頑張っていきたいと思っております。でここ私が 2,3 年ずっとでも80キロぐらいで体重が停滞していまして、これまでのやり方ではちょっとあかんというところで、お吹きの過ごし方というのを見直したいと思います。もちろんあんまり仕上がりの体重っていうのは一気に増えていってはいないんですが、体のディティールだったり、実際に見た時の大きさっていうのはこの 2,3 年で成長はしていっているので、全くこう成長がこの 2,3 年でないかというと全然そんなことはないんですが、今期のオフはよりこの仕上がり体重っていうところをこだわってバルクアップに励みたいと思っています。で何を変えていくかという話なんですが、もちろん食事、休養、いろんな部分があるんですが、まずはトレーニングというところで、この分割法というのを今回思い切って変えようと思っています。で今回の動画に関しては、これから私がどういった風にお吹きのトレーニングメニューを組んでいくかという話になりますので、筋トレ初心者の方どこまで参考にしていただけるかわからないんですが、本格的にトレーニングされていて、なかなかトレーニング伸び悩んでるなという方のご参考になれば幸いです。はい、では、これまでどういった分割をやっていたかと言いますと、頻度っていうのは私は非常に重視してまして、サイズをアップさせたい部位というのは週に2回ぐらいは当てないといけないだろうというところで、例えば胸と背中をくっつけたりして、分割を3分割から4分割ぐらいにして、それをできる限りオフなしでこうぐるぐる回していって、狙いたい部位っていうのを週に2回当てると、私の場合だと肩と背中、この辺りを中心に分割を組んでいました。今具体的な分割法としては、例えば背中、肩、それ以外の部位、そしてまた背中、肩、それ以外の部位というような入れ込み方だったり、そのそれ以外の部位を背中と肩のどこかに入れ込んだりして、背中と肩は必ず中2日、中3日、それぐらいで入れるようにして、高頻度でメインでやっていくというような分割をお吹きにはやっていました。そして直近2月のプロコリファイの時っていうのは、ほぼ全身のトレーニングを毎日やるということで、もうほぼ毎日全部位を狙いまくるという、はちゃめちゃな分割じゃないですね、もう全身トレーニングをやっておりました。その中でも細かく、例えばその1日目は胸の上部、2日目は胸でも中部下部であったり、肩も初日だと全部、そして前寄りの中部で、2日目は中部と中部寄りの後部とか、そんな形で微妙にこう狙いを変えながら、種目を変えながら、できる限りフレッシュな状態でトレーニングをする、さらに種目を変えていく、重量を変える、そんな形で側筋、中間筋、恥筋、この辺りをまんべんなく高頻度で回していくようなトレーニングを組んでいました。それによってかなり絞れましたし、筋肉の密度、質
質感というのはかなり向上したので、減量向けには効果があるかなと思うんですが、今期のオフはそれちょっと打って変わって別の方法を採用しております。今回のオフどういった分割で過ごしていくかと言いますと、5分割で行います。まあ、かなり、オーソドックスな方に戻ったなという感じなんですが、胸、背中、肩、足、腕、まあ、この本当にオーソドックスな5分割で週に2日オフを入れて、1週間で各部位1回の頻度でトレーニングを行っていくという、まあ、古典的なボディービルディングのトレーニング方法になります。でなぜここで頻度を落として5分割にするかと言いますと、一つはやはり休養の重要性について見直したということがあります。これは、まあ、休養が大事というのはもちろんそうですよね。トレーニングのパフォーマンスも上がるし、筋肉が回復させることで筋肥大も起こるというところはもちろんそうなんですが、このオフ期に何を目指していくかというと、まあ、ベースの筋力アップです。筋力が上がっていくことで、まあ、トレーニングレベルのベースラインが上がって、まあ、これによって体もそれに応じて変わってくると、まあ、これは、まあ、トレーニングの基本原則、オーバーロードの原則にのっとるんですけれども、これが少しね、これまで結構甘かったなというのは正直反省としてあります。どうしてもやっぱ筋肥大ってなると、やっぱりボリュームっていうところが非常に重要になってくるので、どうしてもやりすぎてしまう。そして1回あたりの筋肉の成長っていうところを、まあ、結構フォーカスしすぎて、結果的に常に体に疲労が溜まった状態で重量の更新っていうのがなかなかできていませんでした。まあ、このあたり一時的には少しちょっと効率は落ちるかもしれないんですが、筋力アップっていうところを重視する割合を少し増やして、ある程度体がフレッシュな状態で毎回重量更新を目指していくと、まあ、そういったオフの過ごし方をして、そこで上がった筋力っていうところを活かして、またボリュームのトレーニングをしていったり、まあ、減量中さらに筋密度高めるトレーニングをしていくことで、その時の筋肉の残せる量だったり増やせる量っていうのが変わってくるのかなと考えています。ということで、まあ、かなりねオーソドックスな方法にはなるんですけれども、まあ、急がば回れということで、オフ期っていうのはしっかりと、ね、筋力を伸ばす、そこに本当にフォーカスをして、あまりこうボリュームとかしっかりと筋肉を追い込み切るっていうところにフォーカスしすぎないようにして、まずは重量アップっていうところを今回メインでオフ期は考えていこうと思います。もちろんこれまでのトレーニング方法というのはもちろん重量というのは毎回高重量を狙っていってはいるんですけれども、それでなかなかね重量の伸びっていうのがそこまで伸びていってはいないので、まあ、ショルダープレスとか私今目安として大体50キロぐらいっていうところでメニューを組んでいるんですが、まあ、今期、まあ、年内にはこれをまあ55とか、まあ、あわよくば、まあ、60とか、まあ、それぐらいをね目指してトレーニングやっていきたいと思っています。はい、ということで、まあ、なかなかちょっとまとまらない動画になってしまったかもしれないんですけれども、ここでお伝えしたかったことは、私はまあ今期、まあ、バルクアップっていうのを、まあ、ただ追い込むっていうところだけにフォーカスしすぎるのではなくて、しっかりと重量を伸ばしていくっていう時期をしっかりと設けようというところで、少し各部位のトレーニングの頻度っていうのを落として、しっかりと休ませて、そして毎回ハイパフォーマンスでトレーニングを行っていこうと、まあ、そういう時期をしばらく設けたいと思います。でさらにまあそこね、ある程度伸びた段階でまた増量中にボリュームを重視した時期っていうのも設けるつもりではいるんですが、ここしばらくというのはちょっと重量にこだわってしっかりと休んでトレーニングをやっていきたいと思います。まあ、こういったトレーニングが、まあ私会社員やりながら、YouTube やりながらオンラインサロンやりながらというところで、まあ、なかなかこう自由にね、時間をトレーニングに割き続けるというのはなかなか難しい日もあったりするので、まあ、こういった重量をしっかりと伸ばすトレーニング、してしっかりと休むトレーニングっていうのは比較的まあ相性がいいかなと思いますので、特にね仕事繁忙期とかでなかなかトレーニングできないというような方に関しても、まあ、こういったハイボリュームで毎日ね2時間とか3時間とかかけて追い込むというトレーニングがなかなかできない場合に、まあ、今はしっかりとね重量を伸ばして、そしてしっかりと休む時期だっていうような形でトレーニング組むのも一つなのかなというふうに思います。今回のお話が何か皆さんの参考になれば幸いです。また重量の伸び等については YouTube でまたご報告したいと思います。はい、というわけで今回の動画以上にしたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられる。ノーリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.